おはようございます。今日は4月の2日です。今日の朝ごはんはベーグル作りました。なんだっけ、サーモン、スモークとサーモンの、クリームチーズになってますね。いただきます。はい、ということでおはようございます。昨日からね、4月1日でやっと4月になりましたね。もうアリゾナは結構気温も上がって高い日だと35度とかにもなるので、もうめちゃめちゃ暑いんですけど、朝晩はまだね大丈夫だけど、昼間はめちゃめちゃ暑いんですけど、昨日4月1日でイースターだったんだけど、昨日ね公園行ったらみんな公園でパーティーしてて、なんか春って感じですね。いいですね。まあアメリカは桜見に行ったりとかお花見行くのがなんか春って感じだけど、アメリカはそういうなんだろう、スプリング、まあスプリングって言ったらこうスプリングクリーニングとか、まあイースターのパーティーとかいろいろあるんだけど、みんなねこうアウトドアを楽しむ時期なのでね、いいなって感じだったんですけど、昨日と一昨日ちょっとブログ撮ってなかったんだけど、お姉ちゃんたちが引っ越すことになりました。まだ引っ越してないんだけど、昨日本当は日曜日に引っ越す予定だったのね。なんだけど、まあ日曜日だったしイースターだったしっていうのもあって、なんかまだ鍵をもらってないらしくて、で、まあ平日になっちゃったからね、子供たちも学校あるしお姉ちゃんも仕事あるので、1日で全部多分引っ越すの無理だから、まあ金曜日までに一応引っ越せるとは言ってるんだけど、まあちょこちょこ片付けながらって感じだと思います。で、うちら他にね3つお部屋があって、それお姉ちゃんたち使ってたんだけど、まあ1つは先生のオフィスで、まああと2つはゲストルームと、まあ物置兼私のちょっとデスクとか置きたいなと思ってるんだけど、まあ、まだとりあえず全然物も何もね勝たせてないから、まだそのままなんだけど、うちはバスルームももう一個あるからいろいろ買ってきたのでちょっと見せますね。ちょっと電池がなくなりそうなので早めに行きます。このねバスマットじゃないんだけど可愛いマットがあったので、バスルームのシンクのところに使おうと思ってるのと、あとこの白いバスマット、まあ、これ多分持ってた時によく見えると思うから、今あんまね柄とか見えないと思うけど、まあこんな感じで、あとバスルーム用にこのディフューザーも、これ可愛いよね、めっちゃ可愛いなと思って買ったので、まあ、まだ使えないからとりあえずここに置いてるんだけど、バスルームのなんかこうソープとかローションとか、あとコットンとか綿棒とかを置くなんかトレーみたいなのを作ろうと思って、ちょっとガレージ汚くて申し訳ないんだけど、この間このね木を買ってきたので、ちょっとめちゃめちゃ簡単なんだけど即席でちょっとトレー的なスノコみたいなのを作ろうと思って、のねウッドステインもオレンジっぽいの買ってきたので、まあ今回は多分切って本当にただノリで貼り付けるだけなの、ボンドでね貼り付けるだけなので、とりあえず切ってやっていこうと思います。はい、切ってきました。めちゃめちゃシンプルなんで、もう本当にねなんかこんな感じで木を切ってきたので、今からねこの色付けをしてから、あとはこのウッドグルーでこの足の部分をこうやってつけてひっくり返してスノコみたいな感じで、でその上にね、まあ完成予想図的にはまあひっくり返るからこれが下でこういう風に乗って、でまあこっち側かなな感じ でこの上に石鹸とか液体石鹸、ソープとか、まあ綿棒とか置けるようにしたいなと思ったので、一応サイズも測ってそんなに、ね、広くなかったからこのぐらいがマックスなので、とりあえずこれからねこの色付けをしていきます。私がいつも使っているのはこのミンワックスのウッドフィニッシュ、なんて書いてあるの、パネートレーティングステインの、これはねコロニアルメイプルってやつを買ってみたんだけど、いつもよりオレンジっぽい感じの色なんでやっていこうと思います。はい、現在の状況こんな感じですね。まあここを一応ボンドで止めてるんだけど、ここの下のところね、まだちょっと乾いてないのであんまり持ち上げられないけど、このここの色と若干色が違うから、もう少し色も濃いのが良かったんだけど、まあとりあえず乾いてからもう一回塗ろうと思うので、こんな感じで乾かしておこうと思います。今日のお部屋ご飯はざるそばを作っていこうと思います。できました。刻み海苔がなかったからちょっとわかめにしたんだけど、一緒に食べようと思います。いただきます。今日はこれから、近くのお店に行ってきます。この間からずっとバスマットとか探してて、さっき見せたのなんかサイズ測ったらちょっと短そうだったので、あれだとちょっとねすごい変な感じになるから、ちょっと長さが長いものがあればねそっちの方がいいので、まあ、近くのお店まだ見てないから
ちょっと見に行ってくると思います。まずは最初にロスを見てきます。なんかいっぱいあるな、この辺ちなみにキッチンのなんだけど、いっぱいあるんだけど、ラグ系はね、サイズが合うやつが全然なくて、なんかこういうちょっとデザインがあれなんだよね。バスルームのところもあんまりいいのなくて、ないかな。なんかこういうセットになってるやつだと長いの1個ついてるんだけど、セットまでいらないし、なんか赤じゃないんだよね。いやでももうちょっと長いやつなのかな、わからない。これ超気持ちいい、色かわいいけど、微妙ですね。次はダラツリーに行ってきます。空がめちゃめちゃ綺麗な色です。すごいオレンジ、サーモンピンク、オレンジって感じの色ですね。スーパーにお買い物に来ました。さっきダラツリーでねちょっといろいろ買ったんだけど、後でお見せしますね。とりあえず食料品を買って帰ろうと思います。今おもちゃコーナーなんだけど、食料品買って帰ろうと思います。イースターのキャンディーが全部 50% オフになってます。でもチョコばっかなんだよね。かわいい。でもうさぎさんのチョコレートとか、一番有名なのはこのピップスマシュマロなやつで、いっぱい色があるんだけど、オレンジとかパンケーキ&シロップフレーバーだって、緑、緑じゃないか、青とか紫とかいっぱいあるけど、あれはパーティーケーキだって、いっぱいあるね。この辺とかもすごい大きいね、緑あった。スニッカーズもエッグスニッカーズ、この辺も全部デコレーション系も 50% オフなんだ。かわいいんだけどかわいい、あ、でかっ。これにお菓子を入れて渡せるんですね。かわいいけどね、子供がいないから、なんかイースターも別にやろうって気はないのから、多分来年もやらないだろうし。でも、あ、これ卵入れるやつですね。とかやっぱこういうのやっぱ多いね、デコレーションだ、クッキーのやつとか。全部 50%、 こっちはもうないですね。全部 50% オフなんだ。ピザでも作ろうかな、先生と。ビストロピザだって、なんか美味しそうだな。クラシックピザ、あ、あれだ、薄いやつなんだ。これちょっと買ってみようかな。$2.99。シリアルはどれにしようかな、いつものにしようかな。このスペシャル系のフルーツ&ヨーグルト、ちっちゃいのいいかな、一番好きなので、これにします。なんか何作ろうか決めてなかったからなんか歩きながら考えてるんだけど思いつかないな、何がいいかな。パスタはいっぱい家にあるし、今日はまあでもちょっと遅いからサラダかなんか買ってこうと思ってるんですけど、何にしようかな。下からの献立が決まってないです。見て、ジャパニーズインスパイアードラーメンのスープ、ソイジンジャーチキンブロスだって。豆、大豆と生姜のチキンのラーメンのスープ、なんかちょっと想像つかないけど美味しいのかしら。すごい安いんだよね、22セント。このアイスクリームめっちゃ可愛いんだけど、バットマンとワンダーウーマンとスーパーマン、キットカットのアイス乗ってる、美味しそう。めっちゃ大量だけど、お家帰ろうと思います。お家帰ってきました。子供たちが後ろでゲームやってるんだけど、買ってきたものちょっとパワッと紹介しますね。とりあえず明日ホットドッグにしようと思って、パンとシリアル、さっき見せたね、これはサルサのやつですね。あとお野菜この辺、あとお肉安かったので$5.24でとんかつ作ろうと思って買いました。あとは冷凍のポテトとか、あとこの辺のスープ、マッシュポテトとか、これも野菜ですね。でね、これがすごい安くなってて買ってみたの、チョバニーのね、あのヨーグルトなんだけど2個ずつ入ってて、めっちゃ可愛くない？パッケージがこんな感じで全部可愛いので、これはプリコット、ピーチだね、ピーチ、ブルーベリー、ストロベリー、バニラとブラックベリー、5種類あったので全部買ってみました。ちょ、美味しいか分かんないんだけど、朝ごはんにもね食べれるから、おやつにも食べれるからね、はい。で、先生はチョコレートミルク買ってましたね。あとこれもセールになってた
サモサとか、あとなんか似たようなやつ買ったので、多分今日これ食べるかな、1個ね。で、いつものサラダにしました。今日の夕飯はこれにしようと思ってるので、これとさっきのやつにしようと思ってるので、チッポーレチェダーとバーベキューランチとセサミアジエイジアン、これちょっと食べたことないんだけど買ってみました。あとティッシュペーパーと、あといつも買うこのブロッコリーとカリフラワーと人参が3種類入ってるカリフォルニアスタイルベジタブルってやつのフローズン、3つと、あとベーコン、これ明日用のホットドッグの、これ大きいやつとちっちゃいやつ、普通の安いやつ買いました。で、あとはハニーマスタード、これ私結構好きな、サンドイッチとかにもね使えるので、あとコーン缶と、あとこれも今日の夜、これも一緒に食べようと思うので、この夕飯でしょ、スープでしょ。で、あとはこの辺ね、ちょっとね試してみたくて、チャイニーズスープ、ホット&サワースープの素と、あとチリの素と、あとフライドライスの素も売ってたので、これもちょっと試してみようと思って買ってみました。で、先生が冷凍のブリトーを買ってたのと、あとこれブラックサンダーが安くなったのでブラックサンダー買いました。すごいね、英語バージョンだけど。あと飲み物がシリアル用にいつものアーモンドドリルのバニラと、あとオレンジジュースも安かったので買いました。で、これピザのクラスト買ったんだけど、ピザの上に乗せるのが買ってないのでまあ適当に多分トマトソースとチーズかなんか食べると思うんだけど、このね、私が大好きな最近ハマってるミーゴレンのヌードルが普通に売ってたので4つ買いましたね。あとポッキーとかもうそんななんか高くなかったか、1ドル60セントぐらいだったかな、あったので買ってみました。あと先生がさっきのイースターのコーナーで安くなってた、全部 50% オフになってて、 M&M とキットカットを買ってました。あともう1個あるね、ベリービーンズかなです。まあ私あんまチョコレートすごい好きってわけじゃないから、先生が多分おやつに食べると思うけど、お仕事のお供に。あとお水がね1ドルだったので、このコアウォーター4つ4本買ってきました。これ書いて、あそこにソーダもありますね。ということで片していこうと思います。できました。なんかこの三角のやつめちゃめちゃいい香りで美味しそうです。あんまり春巻きみたいな感じなんだけど、中はちょっとどういう味かわかんないけど食べようと思います。いただきます。はい、ということで、さっきダラツリーで買ってきたものも一緒に紹介しようと思います。まずは DIY 用のものをちょっと買ったんだけど、紙皿40枚入りだったかな、これで1ドルだったのでめちゃめちゃ安かったので買いました。これはまあペイントとかここに出してそのまま塗ったりとかできるので、あとまあ普通にお皿としても使えるので、うちにね発泡スチロールみたいなやつはあったんだけど紙皿がなかったので紙皿を買いました。はい。で、あと先生が電池、9ボルトの電池買ってたのと、あとね、これ木目調のなんか、なんて言うんだろう、クラフトペーパーみたいな、なんかスティッカーペーパーみたいなやつで、テーブルにちょっと貼ろうかなと思ってるので、まあ、長さがどれぐらいかわかんないけど 1.3 メートルって書いてありますね。足りるかわかんないけど、多分足りると思うけど、ちょっとやろうと、カスタムしようと思ってるので、まあどんな感じになるかわかんないけど、はい、です。で、あとはもう一個のバスルームの方に全部使おうと思ってるものなんだけど、まず引き出し用の入れ物ですね。ゲストが来る時用のゲストバスルームになるから、一応そのお客さんが来た時用のものをちょっといろいろ備えておこうと思って、歯ブラシを予備のやつを買いました。これ一個ずつにね分かれるようになっているので、まあ衛生的にもいいしね、でそれをここにちょっと入れたいなと思ってて、そのまま引き出しに入れとけば、もし誰か来て歯ブラシ持ってなかったりとか、あとはまあ歯ブラシ持たないで来る人あんまりないと思うけど、ね、あればいいかなと思ってとりあえず買いました。まあ4本だけだけどね、です。で、あとまず歯ブラシ立てで、これ全部ペイントしようと思って、黒にしようと思ってね、スプレーペイントでねシャーってやろうと思ってるんですけど、とりあえず歯ブラシ立てだから、まあ色は適当に選んだんだけど、まあ可愛いけどね、結構ねからし色みたいな感じと、あとポンプ、こういう石鹸用のポンプも、これもペイントしようと思って2つ買いました。この色と、あと黄色のこれとこれ買いましたね。
で、これはここのボディは黒にして、この上のところはゴールドにしようかなと考えてるので、まあそれは明日時間があったらやろうと思ってます。で、まあここになんかあの名前っていうかステッカーみたいな貼って、ハンドソープとハンドローションを入れようと思ってます。で、あと石鹸のディッシュ、石鹸、ソープディッシュですね。そう、これは普通に真っ白なやつなんだけど、これもできれば黒にしたいなぁとも思ってるけど、ちょっとまだ決めてないので、白でもね、全然いいと思うから。で、その石鹸置きに置く石鹸、これ買いました。お、いいかわかんないんだけど、このブランドのやつですね。マイルドソープ。香りも、なんか、あんま匂わないんだけど。特別な、別になんか特別な匂いっていうよりは普通の石鹸の匂いですね。はい、3つ入りで1ドルなので、それぐらいかなですね。まあとりあえず、この辺は明日ちょっとカスタムできたらしようかなと思ってるので、まあそんな感じで、まあまだ姉ちゃんたちも引っ越し全然終わってないから、全然終わってないというか、むしろ全然始まってもないから、多分今日鍵もらったのかな。だから、まあちょこちょこどんどんなくなっていく感じだと思うので、まあ私もゆっくり準備しながら、今週末に先生のお友達来るからね、それまでに用意できればいいなと思ってるので、はい、そんな感じです。はい、まあじゃあそんな感じで今日のブログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバーイ。